どれにしようかな。触媒はどれにしよう。材料はっと。しましょう。セオリー通りに行きましょう。材料を選びましょう。さて、どこから取り掛かりますか？うむ。理論的に考えた場合、まず素晴らしい。釜は海、素材は地。素晴らしい。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。行くぞ、クラフター。続きます。ここにしましょう。ここにしましょう。
これは期待できそうですね。素晴らしい。釜は海、素材は地。いい調子です。特性はどれにこれでいいですか？では仕上げましょう。調合終了。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか？ねえねえ、どこ行く？どこ行く？ドーンとね。草原は風が気持ちいいし、お散歩するにはちょうどいいよね。決定はお宝がないことくらい。なに、雑魚じゃねえか。あそこが弱点ね。ソフィー、背中は任せて。攻撃、どうだ。敵を燃やし尽くせ。こんなもんかしら。えい、木の実集めなら任せて。えい、子供の頃よくやってたんだよね。えい、なに、雑魚じゃねえか。あそこが弱点ね。エコするわ。はっ、決める。これでいいのか。ザクッと。てや。気は抜くな。見えた。あそこが弱点ね。ケンポするわ。決める。そこだ。手加減したつもりなんだがな。気は抜くな。手加減したつもりなんだがな。虫がついてることあるし。えい。薬になるものはあって困るものではない。多めに持って帰った方がいいぞ。と。えい。駆け出しの頃。えい。よくウニで怪我してた。どうも、こいつとは相性悪い。てや。素材発見。てや。この調子でどんどん集めるわよ。てや。えい。てや。宝石があると錬金術で作れるものの幅が一気に増えるんだよね。ねえねえ、どこ行く？どこ行く？
なんかいつもと違うような。これ食ったことあるような。いや、似てるだけか。お、これって素材だよな。てやん。え、ちっ、厄介なのが出やがったぜ。ソフィ、背中は任せて。無理はするな。バラ撒くよ。やあ！とっておきの一撃だ。ほらほら、進め。
リゼル、息を合わせろ。どこに行こうかな。よーし、行こう。